ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢よ。ねえねえ、マリサ、聞いてよ。オンラインゲームやってたら、マジでムカつくことがあったのよ。ああ、なんだっけ、最近一日中やってるあれか？チームに分かれてドンパチするやつ。そうそう、味方との協力が重要だってのに、戦況が悪くなったと見るや。わざと回線切断して、トンズラするバカタレが多いのよ。さらに劣勢になるじゃないの、味方への裏切り行為だわ。まあ、負け試合はしない、強い方につく、なんてのは世の常だぜ。戦国時代を制したあの徳川家康だって、そういったことに苦しんでいたんだ。ほら、知ってるか？徳川家康の三大危機。三河一向一揆、三方ヶ原の戦い、伊賀越え。この中でも三河一向一揆は、霊夢の言う裏切り的な展開が、多発したんだ。ほい、どんなことがあったのか気になるわね。それじゃあ今回は、三河一向一揆について、解説していくぜ。ってことで、ゆっくりしていってねー。早速解説に入っていきたいところだが、まずは徳川家康について、軽く紹介しようか。家康は誰もが知っている通り、関ヶ原の戦いにて勝利を収め、江戸幕府を開いた人物だ。生まれは三河、今で言う愛知県のあたりのことだな。この三河国は、父である松平広忠が支配していたんだが、家康がまだ幼い頃、絶頂の時代を迎えていた今川義元と、あの織田信長の父である織田信秀に挟まれていて、いつ占領されてもおかしくない状態だったんだ。とんでもない時代に、とんでもないところに生まれたものね。これじゃ三大危機どころじゃ済まないでしょ。まあ実際、波乱万丈の人生を送っているからな。それで家康が6歳の時、織田の武士での総攻撃を受け、広忠は吉本に援軍を求めるんだが、代わりに人質を要求されてしまったんだ。今川に送られる道中、裏切りにあって織田方に売り飛ばされたりもするんだが、まあ、紆余曲折の末、今川の人質に収まることができ、松平氏は事なきを得たんだ。その後、桶狭間で今川が敗れたことで、自由の身になったのが、数えで19歳の時だから。結構長い間、人質生活を送ったことになるな。とまあ、この辺りの家康の幼少期の詳しい話は、別途こちらの動画で解説しているから、まだ見てないって方は、よかったらこの後にでも見てやってくれ。動画説明欄にリンクを貼っておくぜ。うわぁ、それにしても、よくそこまで耐え忍んだわねー。ちなみに家康を人質に出した父、広忠は、家康が人質生活を送っている間、しかもかなり早い段階で家臣の裏切りにあって、殺されてしまっているんだぜ。ここでも裏切りが、さすが戦国時代、何が起こるかわからないわね。こうしてやっとこさ、解放されると、独立して信長と同盟を結んだぜ。だが政治は安定しなかったようで、解放からたった3年後、1563年の三河一向一揆で、窮地に追い込まれることになるんだ。はや、もう少し一息つく時間とか、あげてもいいんじゃないの？で、この一揆は何が原因で起きてしまったの？三河一向一揆は資料が少なくて、不明なところも多いんだが、まあ、簡単に言えば家康が、不入の権を破った挙句、謝罪もろくにしなかったことが原因だ。不入の権？不法侵入的な感じのやつ？その解釈で問題ないぜ。どうしてその結果に至ったのかは、二つの説があるんだ。まずは、本庄寺という一向宗の寺院に、犯罪者が逃げ込んだことが、きっかけだというものだ。これを西尾城主の、坂井正親が追跡して、捕獲したんだが、寺側としてはアウトだったんだな。厳しいわねー。犯罪者が寺の敷地に逃げ込んだってことなら、放っておいたら、自分たちも危ないんじゃないの？まあ、寺からすれば問答無用ってことだな。で、ぶち切れた一向宗たちが、一揆を起こしたって流れだ。そしてもう一つの説。家康が家臣の菅沼貞明に命じて、一向宗の寺院である、上宮寺の近くに砦を築かせ、兵糧を奪わせた、というものだ。うおお、さっきのはしょうがないとしても、こっちの説だとがっつり悪いことしているわね。一向宗からしたら大迷惑な話じゃない。とはいえこの菅沼貞明という人物だが、本当のところ、実在していたのかどうかが疑わしいんだ。だからこの説は、信憑性に乏しいと言われている。じゃあ犯罪者を捕まえた方の説はどうかというと、こっちも、徳川方に偏った資料によるものなんだ。だから、正直なところ、何が事実か分かってないってのが現状だな。とにかく、この時期に何らかの形で家康が不入の権を破った、ということが原因ってことなんだ。なるほどねー、ルールとはいえ、敷地に入っただけで一気起こされるとか、領主からすればたまったもんじゃないわね。ちなみにこの、守護士不入の特権を与えたのは家康の父、広忠だったりするぜ。この時代は戦国大名が、守護士不入の特権を与えたり、剥奪することができたんだ。こんな形で父に苦しめられるとは。こうして不入特権を主張する、三河三家寺と、教団の利権を解体して三河国統一を目指す家康。両陣営の対立は深まっていき、いよいよブチ切れた寺側は行動に出たんだ。この一揆の中心人物となったのが、本庄寺の住職であり、一向宗を交流させた、蓮如の孫にあたる空誓だ。
空誓は同じく越光州である上宮寺と、昭満寺に賛同を求め、門徒を集めて、菅沼が守る砦を襲撃したんだ。ああ、菅沼って、さっき言っていた架空かもしれない人物ね。ということは、砦を築かせたって件は本当なのかしらね。ああ、菅沼がどうであれ、ないものを襲撃はできないからな。集まりに集まった信徒たちの数はなんと、数千にも及ぶと言われているんだ。で、ここで問題なのが、相手が宗教の信徒だということだ。今回相手となったのは、浄土真宗本願寺派の教団の信徒だったんだが、実は、三河には、その浄土真宗本願寺派の信徒がたくさんいたんだぜ。ほうほう、ということは、自国の領民たちと争わないといけないってことね。これはなかなか心苦しいでしょうね。ああ、しかもその大勢の信徒の中には、徳川家康の家臣も含まれているぜ。それで、浄土真宗本願寺派を熱心に信仰していた多くの家臣たちが、寝返ってしまったんだ。おう、席がないわねえ。今まで仕えてきた主君よりも、神様の方が上ってことなのね。全く白状だよな。しかも、ここで寝返った家臣の中には、戦力的に結構ヤバいレベルの武将が、何人もいるんだ。まずは、本田正信。彼は家康の祖父の代から、松平家に仕え、家康の重臣中の重臣だったんだ。まあ、こう言うと、だいぶ年が離れているように感じるかもしれないが、家康とは4歳差だ。桶狭間の戦いにおいても家康の元で戦い、その際に膝に傷を負って、足を引きずるようになったという。主君と家臣の壁を越えて、盟友だった二人だが、一向宗への信仰心は、固い友情をも上回ってしまったってことだな。そこまでの関係の家臣が寝返ってしまうって、相当難しい問題ってことね。さらにこの時、正信の弟である正成も一騎側について参加しているんだ。その他にも本田家の大半が一騎側についてしまっているぜ。だが後に、圧倒的な実力で戦国最強の武将とも呼ばれた。本田忠勝は家康の元に残ってくれたんだ。しかもこのために、浄土真宗から浄土宗に改宗までしているんだぜ。この戦いでの活躍は家康に。その勇ましさはズバ抜けている。と評価されたほどだ。強さだけでなく、忠義もズバ抜けているわね。最高の家臣に裏切られなくて、本当に良かったわね。次に、渡辺守綱。彼は槍半蔵で有名な、徳川十六神将の一人だ。徳川十六神将というのは、家康を天下統一まで支えた、16名の家臣のことで、武勇で名を馳せて、まだ弱小だった家康を、力強くサポートしたんだぜ。そんな彼でもこの場に限っては、家康に背いてしまったんだ。この1年前の三河国八幡の戦いでは今川軍を迎え撃ち、槍で奮戦して功績を挙げていたんだがな。そんな強者が敵に回ったんだから、家康も焦るよな。絶望感半端ないわねえ。ちなみに徳川十六神将で一騎側についたのは、守綱だけではないんだ。他にも八谷貞次も一騎側についてしまっている。針崎の昭満寺に立てこもり、戦いの場では、家康軍を撃退してしまっているんだぜ。さすがは神将ってことね。厄介極まりないわね。次に、夏目吉信。彼もこの一騎が起こる少し前に、大きな功績を挙げているぜ。1561年には、三河長沢城攻めで軍功を挙げていて、さらに、1562年の三州八幡合戦の際には、今川氏の攻撃で家康側が総崩れになった際、6度も踏みとどまって奮戦したと言われているんだ。俺に任せて先に行け、って感じね。でもそんな、命がけの役目を受けるほどの忠義があったのに、どうしてこんなことに。この奮闘っぷりを受けて、家康から軍功を称され、備前長光策の脇差しを賜っていたんだが、一目置いていただけにショックだっただろうな。脇差し返せ、って感じかしらね。で、さらにはもはや、一騎とは関係なしに反旗を翻した者もいるぜ。それが酒井忠直だ。彼も一騎側について、家康に反抗したとされているが、実は一騎側と連絡を取っていた形跡がないんだ。しかも、一騎が始まる以前から上野城に籠城するなど、完全に自分の意思だけで反旗を翻している。一向一騎が岡崎城に迫っていた段階でも、忠直は籠城を続けて、反撃に出た形跡が見受けられないんだ。一騎があろうがなかろうが、この人は裏切っていたということね。ここまでは、家康の直接の家臣の裏切りを紹介してきたが、家康の支配下に置かれていた武将も、ここぞとばかりに裏切っているぜ。吉良義明なんかがその例だな。吉良氏は、足利氏の所有であり、室町幕府の時代には名門として、幕府の要職を歴任するほどの地位にいたんだが、戦国時代になると落ちぶれてしまっていたんだ。そんな時期に生まれた義明は、元は今川方だったが、織田方についたり、また今川方に寝返ったりと、コウモリというか、裏切り行為の常習犯のような存在だったんだ。マジで厄介極まりないわね。そして、今川義元が撃たれると、今度は家康に忠誠を誓ったんだ。だが、見下されているだろうと逆恨みしていた義明は、これをチャンスに牙を剥くことになる。かつて敵対したこともある、東条吉良氏出身の荒川義弘らを引き入れ、
自ら三河一向一揆の一員として、積極的に家康に襲いかかったんだ。目的のためなら手段を選ばない。とか、いっそ清々しい役役っぷりね。だが、最終的に義明の居城であった東条城は、攻め落とされてしまうことになるんだ。まあ、裏切りの常習犯にふさわしい末路って感じだな。哀れすぎて言葉も出ないわね。他にも似たような境遇の、荒川氏、桜井松平氏、大草松平氏も裏切っているぜ。まあ、こういった一揆や、チャンスを伺っていた連中の裏切りなどが、同時多発的に起こったって感じだな。まさに戦国乱世って感じね。油断も隙もあったものじゃないわ。こうして、一向一揆との戦いは、半年ほどにわたって続いたぜ。ちなみに、家康も戦いの中で、2発、銃弾を受けているがなんとか助かっている。そして、馬頭原合戦で勝利した家康は優位に立ち、ここで一騎衆に和議を持ちかけたんだ。和議の内容は、守護士不入の特権を与える、一騎衆の罪を問わない、一騎が起きる前の状態に戻す、という一騎衆にとって不利のない内容だったぜ。まあもともと、理由はともかく、家康側がやらかしてってことだし、そこは譲歩したって感じかしら。一騎に参加したものの、家康を裏切ってしまったと、罪悪感に苛まれるもの。一騎の目的が曖昧になったことで、士気の下がったものなどが多くいたため、和議はすんなり、受け入れられることになったんだ。これにて一件落着って感じね。いや、そうはならなかったんだ。てか、今度は家康側の逆襲が始まったんだ。家康は一騎が収束したのを確認するなり和議を破却。浄土真宗本願寺派の寺に改修を迫り、拒否した寺を取り壊したんだ。さらに三河では、浄土真宗本願寺派を近況として、浄土真宗本願寺派の僧たちを三河から追放してしまったぜ。は、話が違うわよ。まあ家康からしたら、ここまで追い詰められた相手だし、何をするかわからない連中だろうからな。自国に置いておくのは恐ろしいと感じたんだろう。なるほど。そういえば、裏切った家臣たちはどうなったの？大半は許されて戻ってきているぜ。ざっくりと紹介していこうか。まず、徳川十六神将の二人。彼らは降伏して戻ってきた後、家康の関わる大半の戦に参加して、功績を挙げているぜ。まあこんな早くに抜けちゃったら、十四神将になっちゃうもんね。本田正信。彼は戦いの後は帰らずに、諸国を放浪することになったんだ。だが後に帰ってきて、創業期の江戸幕府の重臣となっているぜ。いろいろ気まずいところもあったんでしょうね。まあ、最終的にいい役職につけてよかったわね。一期前から反抗していた坂井忠直は、この後も抵抗を続けていたぜ。そして、上野城から逃亡して駿河に逃れた、と言われているが、その後の行方は不明だそうだ。まあ、一気関係なしに裏切ったんだから、戻ってこられないでしょうね。で、ワンチャン狙いの吉良義明だが、彼も、落城した東条城から命からがら逃げ延び、さすがに三河にはもういられないってことで、西へ逃げていった。最後は摂津国で死去したとされているぜ。もう、チャンスは転がってなかったってことね。ちなみに、一番ぶち切れてたはずの空誓とは、後に和解。なんだかんだ、徳川と親密になって、重用されたらしい。一騎後には、家康がしっちゃかめっちゃかしてどうなることかと思ったけど、それならよかったわねー。とまあ、こんな感じだな。どうだった、霊夢。いやー、宗派の都合とはいえ、ゴロゴロ仲間が寝返っていくのは恐ろしい話よねー。でも、何より恐ろしいのは、それすら乗り越えてしまう家康の強さかしら。まったくだな、本当に戦の神でもついているんじゃないかって感じだな。あと、どさくさ連中については不謹慎かもだけど、ちょっと笑ってしまったわねー。その末路もなんだか情けない感じで、なかなかの悪役っぷりだったわ。時代が時代とはいえ、いつ寝首をかかれるかわからないのが戦国って感じだよな。まあ、霊夢も気をつけないと、いつどうなるかわからないぜ。それなら大丈夫よ。私首ないから。そういうことじゃねえよ。ってことで、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価をお願いするぜ。それと、コメントなんかもしてもらえると、テンションが上がります。ではまた次回も、ゆっくりしていってねー。